こんばんは、皆さん。高橋ダンです。今日も元気よく皆さんに、はい、ちょっと元気がないよ。<laughs> あー。 ちょっともう嫌だっていうまたポジションが出ましたので、まあ、あの今日は、えー、まずはあの世界のニュースを一覧として見て、えー、その後に、まあ、相場を振り返って最後に、えー、僕がこれから損切りをするところを皆さんに解説していきたいと思いますはい、えー、現時点今は日本時間ですと12月の17日でございます今は金曜日、えー、12月17日午後の7時45分です 新しい視聴者の皆さん、僕は元ウォール街のヘッジファンドディーラー、それとマネージャーです。簡単なプロフィールは概要欄の方にあります。はい、時々テレビでコメンテーターもしています。はい、えー、テレビ東京とかに時々出演を月に1回ぐらい2回もしています。それと YouTuber だけではなく、ポストプライムでも投稿して、ポストプライムの創設者です。えーまあ、ポストプライムというのは世界で初めて音声と動画と画像とテキスト、この4つの種類の投稿を を全部。 対応をしているシステムですなので、興味持っている方は概要欄の方で、えー、ぜひあのご覧くださいあの。概要欄のリンクを、えー、押すと、これはあのもうすでにあなたが例えば Apple と Google とか Twitter とか Facebook のアカウントを持っていれば数秒間ですぐ無料でアクセス、ログインができます。なので、そこも心配しないでトライアウトしたい方は、えー、トライアウトしておいてください、えー。ちなみにまだ今は新しい人材を募集しています。新しい社 ラインをはい、これから追加します2人ですね、概要欄の方を見てください。経理の人、それとスタッフの人、今実は4人ぐらい募集してるんだけども、2人,2人も見つかって、もう2人追加しなくちゃいけない。かなりついすごいスピードであのポストプライムが今成長していますので、今あの課金している人が実は1万3000人近くなんだよ。すっごいですよ、3ヶ月以内で。あの信じられない。まあ、ともかくあの 興味ある方は是非概要欄の条件をを見てて、えー、メールを送ってくださいさてと今日の内容を目次タイムスタンプもまたつけているので、えーまあ、皆さんそこを使いたい方は、えー、自由に使ってください。はい。えっ、ー、と、段のうるさいイントロを聞きたくないよ。全部スキップして重要なところだけ聞きたいよ。わかりますよ。その気持ち。はい。<laughs> <laughs> All right。大好きだよ、日本の皆さん。まずは世界の相場を、えー、ちょっと振り返っていきましょう。昨晩ですね、ニューヨーク相場は16日時点で ではほとんど動いてなかった。たった30ドルぐらいしか下がってなかったけど、SP500 がなんと0.87%の下がり、Nasdaq が2.47%の下がりで、STSX カナダの方が0.14%と下がっています。ヨーロッパが数時間前に開いたばかりで、ヨーロスタックスフィフティが昨日は1%程度上昇してたんですけど、今日がそれを、まあ、あの残念ながら0.88%と、えー、取り戻してますああ。ここは反落しています。フォッツイギリスが0.11%上昇して、これが面白いんですね。 イギリスが昨日利上げをしたのに、えー、ここの利上げしているところが今日上がっています。はい、あとはまあヨーロッパ相場ほとんど下落で、今日も残念ながらアジア相場もかなり大きく下落していました。日経平均も520円ぐらいの下落、1.79%の下がり、トピックスが1.42%の下がり、ハンサン・香港がンコが1.21%、シーサ中国も1.59%で、オーストラリアが面白い。やっぱり相関系がネガティブなんですね。あんまり動いていないんです、他の相場と比べ At the height 今日はオーストラリアは、まあ、少しだけですけど、えー、上昇しています。で、まあ、コモディティの世界を見ると、今はニューヨーク原油は1.85%の下落、天然ガスも2.71%の下落、で、銅も0.41%上昇と小麦が0.17%下落、まあ小麦あのーあ、トウモロコシが0.17%の下落で、トウモロえー、小麦が0.39%の上昇、まあ、全部小さな動きなので、それほど重要ではないかなとは思っています。はいえーまあ、続けてです 今日の経済ニュースなども見ていきたいかなと思います。まあ、経済ニュースがもういっぱいいっぱいあって、もどこからどういうふうにスタートするか分からないけど、まあ、とにかくインフレがもう加速していますね。ドイツの企業の物価指数もこれ70年ぶりの高さ。70年だよ。70年。はい、19.2%と上昇しています。クレイジーですね、はいえー、あとはヨーロッパの方、いろいろデータも出てるんですけど、ドイツのビジネスクライマー・ジ、うんまあ、こラス・トゥ・スクマンス。 企業の信頼指数というかな、クライメントセンチメント指数も、えー、ここも6ヶ月連続で、えー、欠かさず下がっています、えー。それとイギリスの方でも小売の方も1.4%上昇なので、イギリスの経済はかなり大丈夫そうに見えますね、まあ。昨日はヨーロッパの方でも中央銀行の決定会合がありまして、コロナの対応策は3月に終了するこの PEPP プログラムを、えー、これから、まあ、終了するということが、えーまあ、あの発表されました。この資産の改良を継続した景気に支援が出ているんですけど、えー、これを 終わります、P e P P、だけど、これはとてもソフトテーパリング。何ソフトテーパリングって。アメリカがハードテーパリングしてるけど、ヨーロッパは一つをやめて、もう一つの方を すするんですこの APP というプログラム、資産購入プログラムについては、維持的に月額購入額を増やします。すごく面白いんですね。なので、何をやってんでしょうと思うんですけど、まあ、全部別に終了しているわけはないですね。はい、特に今は、なんか日本が超ハ動的、で次がなんかヨーロッパでちょっとハト的、なんかソフトテーパリングで、その次がアメリカ、もうちょっとハードテーポですね。はい、かなりとも利上げをするよ、テーパリングもしちゃうよ。はい、で、最後に一番高的なのが、多分 イギリスだと思いますね。もう昨日も利上げをしました。まあ、その順次、その4つの順序でやっぱりえー、まあ、相場を見ていくのが、えー、大事かなと僕は思っています。はい。 えーと続けてですね、えー、今日の経済ニュース、い,ついくつか、えー、見ていきたいかなと思います、えー。経済ニュース、もう中央銀行ばかりのこのニュースだと思うんですけど、中央銀行ばかりのニュース、ほかに何かあるのかね。まあ、日銀の方も一応出てましたね。日銀の方でもコロナ対応の縮小を決定。中小企業支援は半年間は延長するということです。ないまあ、先ほど言ったように、この短期金利はマイナス0.1%のまま、長期金利の目標になる10年の国債の利回りを0%程度で導入 するこのイエルドカーブコントロールもずっと導入する。はい、何も変わってないんですよ、はい。特に大きな変、まあ、わりとしたコロナ禍で導入したこの資金繰り支援策の1コマーシャルペーパー、の社債を約ここの20兆円を上限に買い入れると2、この金融機関に有利な条件で貸し出しの原資を強襲する特別オペンの日本柱に対しては維持するところもあるみたいですね。はいえーまあ、ここはは一応少しだけは、まあ うんまあ、緩和制度が続いているという面で見てもいいかなと思います。あとはノルウェーの中央銀行もほとんど、まあ、あまりビジネスとかニュースに出てないんですけど、えー、ここは予測通りに0.2%の利上げもしてます。はい、実は ECB の中じゃないんですね、ノルウェーは。僕も、えー、数年間前に行っても、特にキングサーモンがものすごく美味しいんですよ。もう超美味しい。はいえー、僕、スウェーデンの地も入っているので、スウェーデンも行ったし、ポーランドも行ったし、ポーランドの地も入っているんですね。で、あのノーウェーの方も行って、まあ、ここはもう魚が 美味しいな日本とノルウェーですよ、一番魚が美味しいところ。はいまあ、ともかく全然関係ない話だったので、あの予測通り利上げをしているノルウェーもありますよ、はい。忘れないでくださいね、ノルウェーも、はいえ。それ以外、中央銀行のニュースは、メキシコの中央銀行も予測通り、あ予測を上回る、すいません。0.5%の利上げをしまして、政策金利を5.5%に上げています。なので、今、実は他の中央銀行ではもう利上げをしているところは、やっぱりイギリスだけじゃないんですね。イギリスが大きく注目されているんだけど、 イギリスだけじゃないですあとはアメリカの製造企業の PMI も出てきました12月は57.8に低下してここ1年ぶりの水準に下がっているというニュースも出ています、はい、そこの以外の今日のニュースを見てみるとアメリカのこの住宅着工指数というのも発表されて11月は11.8%増でありましてやっぱり高い水準ですね、うん、昨日ももヨーロッパのこの総合 PMI 指数というのも発表されて12月 の速報は53.4に低下、オミクロン株の出現で、まあ、そうだね、うん、ちょっと下がっているところと下がって、ヨーロッパはやっぱり,っぱりこの理由として、それほどハードテーパリングをしていないかなと思います。はい、で、A、まあ、ここはイギリスの方の PMI も12月の速報は53.2に低下して、変異株がサービス業に投げかある、ね、ここ、イギリスがかなり厳しい制度を取っていると思うんですね。特になんか別にすごく強い経済じゃないけど、利上げをもうすでにしています。 Hi 最後に政治ニュース少しだけど、一応バイデン大統領ね、このまた大型歳出の法案の年内の成立がこれ断念を示唆してますね。はい。おそらく多分できないということです。はい。まだまだ共和党と民主党の方でこちらのぶつかり合いが続いているような気がします。はい。あとは次に今日の相場の方をもう少しと解説して、で、まあ最後はここは僕がどういうふうに何をこれから、あのね、とてもがっかりですけど、 損切りをするのか、もう嫌だ、何を売るのか、はい。そちらの解説をしたいです、まあ。昨晩はあのアメリカの特にナズダックが大きく下がってたんですね。ナズダックの方では、ここは特にネベリア、それと、えーまあ、あのネベリアだけではなく、これネベリアなんで出てこないんだろう。ネベリアとんネベリアと、なんでこれがアップデートされてないんだろう。ネベリアが2.2%でしたね。うん、それと あとでここちょっと戻らなくちゃいけないけど、ネベリアと特にテスラが大きく下がっていました。はい。えー、それ以外は、まあ、なぜだく、銘柄ほとんど全部少しずつ下がり続けています。えー、なので、そこも皆さん、多分今日も下がり続けるような感じがします。特にテスラとネベリアは僕はポストプライムで何回か皆さんに警官、まあ、警鐘を鳴らしていたえあの銘柄かなと思っています。はい。えー、そこ以外は、今日は日本の相場も振り返っていきましょう。えー特に に日本の相場を振り返っていくとうーん日本の相場あんまりいいことないよ日本の相場うんちょっとねまあ日本のまずは業種別ランキングを見ていきましょう日本はちょっとうーん経平均ちょっと危ないと思うねえー、まあ工業の方工うん 鉱山業の方が0.73%の上昇でした。電気、ガスもうちょっとぐらい上がっていましたえ。あとはもう全部マイナスですね。特にサービス業、えー、ここは貴金属業、電気表、保険業、全部大きく下がっています。はい。で、まあ、これが大きく下がっているところで、まあ、特に僕がこれから何を売るのか、何が本当にここもうダメだと思うのか。 マザーズですよこのマザーズが最悪だと思います、ね、このマザーズ指数、僕も買って、もともとは利益がちゃんと出ていたんだけど、ね、売らなかった、利益確定しなかった、はい。もちろん自分は完璧な人間じゃないけど、他のところはいろいろ利益取って、ここだけは利益取ってなかったで。それが逆にめちゃくちゃ今下がってます。今日はマザーズ指数が急落、3.72%と大きく下がってますよ。ダン、何をやってるのこのバカと思って しまいまいすね僕は1100、まあ14、1120ぐらい程度で買っていたんですね、ここら辺で。はい11月の頭ぐらいから。でこれがバーって上がって、よし、天才と思ったら、また下がって、いや、戻るんじゃないかって思ったら、ここがバーって下がってしまい、でもう僕もここは1週間半ぐらい前から皆さんにここは、まあ、少しは切りますっていう何回もビデオで言いましたねで。今日これ見ていると、もっとポジションを切るしかないと思います。ははい本当にここは まあ残念なことは残念ですね。あの投資は全部当たるわけじゃないで、我々投資家としては時々もポジションをカットして、で、時々はあまり後悔しないで次のに行かなくちゃいけない。だけど特にこれはすごく日本の相場に立っては、 かなりリスクが高いと思うよこの M シェイプ、マザーズはこの三角持ち合いの中をずっと動いてるんですね。この三角持ち合いがスタートしたのが、実は去年の10月ぐらいも1年2ヶ月ぐらいずっと続いてるこの三角の持ち合いを、いや、また下抜けた。で、下抜けて、しかも下抜けの、下,下抜けた方が、 1,2,3,4この M シェイプ、マイクロフォン。これが本当に最悪に見えます。はい。なので、これから多分もっと下がると僕は思います。で、どこまで下がるかというのもちょっと予測がよくつかないです。今、973。この973も過去のデータを見てみると、なんか特にでかいサポートには見えない。次の大きなサポートが944だと思う。なので、ここからもさらに1、2%下がっても、 全然僕はおかしくはないと思います。はい。なので残念ながら僕もここのマザーズ指数とか少し短期投資で買っていました。で、数ヶ月間ずっと持つと思っていました。だけど、今日の動きを見て、まあ、すでに僕は損切りを以前にしていましたけど、もうちょっと損切りをするしかないかなと思っています。はい。で、これどういうふうに損切りするのか、はい。そこに最後に僕の,、えーまあ、あの解説、まあ、解説っていうかアドバイスですね。損切りっていうのはどこの誰でもいつかやらない。 ななくちゃいけないけですねウォーレン・バフェットもどこ,のどこの大投資家でもみんなやらなくちゃいけない。この損切りの方法とマインドセットですよ。特に今みたいに相場がものすごく下がっているとき、えー、すごくし、あのー、エネルギーがいっぱいのとき、僕のアドバイスとしては、あのーまあ、まず皆さん、いつもの通りに投資は自己責任で自己判断で行ってください。それと長期投資、短期投資で戦略も分けてください。はい。えー、あのー I think that, まあ僕はいろんな短期投資をしていますあの。毎週毎週もいろいろいろやってます。でもちろん、まあここは区別はしてますね。ベストのアイディア、それとまあまあなアイディア。で、マザーズはちょっとまあまあなアイディア、プラス数ヶ月持つっていうのが僕の考えだったんですね。この三角持ち合いというのはやっぱり時間がかかる。でもちろん外れてる。で、今見ていて、いやもうここはしょうがないと思います。特に、あのマインドセットというのは、 まあ、特に僕は今、短期投資の方で、特にプライム登録の方では、いろいろといっぱい当たってるんですね。まあ、木材とか天然ガスとか、ここはリーンホクグス、赤身豚肉とか、オレンジジュースとか、はい、4つとも全部まあ10%程度か、もっと20%ぐらい、もうすぐかなり早いスピードで当たってるんです。やっぱり時々は、こういうすごい外れた時は、あんまり集中しない。 あんまりがっかりしない失敗を恐れないっていうのがすごく大事だと思いますこういうやっぱり失敗を少し厳しく 考える日本社会。えー、こういうのはやっぱりあの投資にとっては良くないですね。投資っていうのはもちろん失敗もいっぱいあるし、それと勝利、あ成功もいっぱいある。で、重要なことは冷静的に考えて、あんまり上に行って、まあ僕が天才と思われそれとがっかりしないと、ああ僕はもうダメだとも思わない。このやっぱり自分のマインドのコントロールがすごく重要だと思います。で僕もいつかビデオを概要欄の方にも出してますね。過去のビデオで暴落中はやってはいけないこととか、どうやってポートフォリオ 分散するのか僕も自分の資産の数パーセントだけマザーズに入れてもちろんこれが下がってがっかりですけど、まあ、やっぱりここは長期投資短期投資全部一緒に合わせて自分の資産を見ていくのがすごく大事かなと思うので、まあ、こういう雑種した分散したポートフォリオの積み合わせ方を見てみると、まあ、これはそんなでかい、まああのー、損益でもない、はい、なので、まあ、あんまり考えないで残りのポジションほとんど 切っててしししししまいままいょょうう少しだけ残しておきもともと最初に買った部分のほんの20%、30%ぐらい残して、あとはもう損切りです、損切ってそんな後悔しない、そんなうわーって思わないで、次のがある、いつも次のがある、こういうふうに考えていくのが大事かなと思います。でこれと別として、僕は日本株は、来週はちょっと危なく見えると思いますので、12月末は本当に上がる傾向がすごく高いんです、歴史を見ると。 あのまだ見ていない方は特にこのビデオは、えー、すごくちょっと待ってどこかな大事だと僕は思います12月末でこの相場がこれから冒頭するかっていうこちらの右の画面のビデオポストプライムでやっているビデオで保存された数が確かこれ1 1000、ね、以上の保存率があります。かなりすごく高いです。なので、まあ、これを保存して12月末にまた見て、やっぱり歴史があるんですね。傾向があるんです。12月に相場が上がるということ。なので、まあ、そこを、まあ、ちょっと僕は期待しています。なので、12月末までってやっぱりかなり時間が残っている。はい。なので、今は、まあ、この12月末まで10日、まあ、間以上あるので、一応ちょっと躊躇する。 投資の世界では10日間というのはかなり長いです。はい。我々普通の人間だと10日間そんな長くないよと思うけど、かなり長い間。だから今のところはポジション縮小、こういうリスク管理。で、一応チャートが本当に最悪に見える時は、カット。 で、ほんの少しだけ残しておく。20%、30%で、あとは待つ。あんまり見ない。あんまり考えない。次のに行く。こういうマインドセットコントロールがすごく大事かなと思います。はい。で、まあ、ヘッジも検討する。特に僕は今は日経平均もこれから僕は下がると思います。はい。マザーズにつられて日経平均もこれから下がると思う。なので、日経平均も今、顧客センティメントが63%の買いになってます。で、この買いっていうのは、 特に、うん、ダウ指数が今62%の売りなので比較的には CFT の相場で個人投資家たちが見ているものを見てみると日経平均は少し過剰評価かなと僕は思いますでチャートを見ているとこれから下がる余地は十分あると思うなのでこれが下がると僕は思いますねトピックスの方がもう三角持ち合いをちょっと下抜けてるマザーズはもう絶望してるなので次は日経平均が多分おそらく 月火水ちょっっっと下がるるののかなてて思っているので皆さん、そこも気をつけながらポートフォリオの運営をしましょう。皆さん、こちらの右の画面は僕が昔からも YouTube を始める何年か何年か前から使っている、まあ、ここは自分で使っていたあの <laughs> えと証券会社です、はい。なので、顧客センティメントも毎日見ています。なので僕もここはもう前から数年前から信用している会社なので、まあ、もし皆さんも興味あれば、概要欄のリンクでチェックアウトしてください。IG です今後も皆さん是非、ぜひ、ま、チャンネル登録、YouTube、それとぜひポストプライムも、えーま、よろしくお願いします。ポストプライムも先ほど言ったようにここは数秒間でリンクを押せばもうすでにあなたが Facebook とか Twitter とか、ま、あのアカウントを持っているところがあれば数秒間で自動で無料でロイングでアクセスはできます。はい。皆さん、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。毎日ありがとうというコメント、日本人の兄弟の皆さん応援していてくれてありがとうございます。